はいどうも、ショートスリーパーショートトレーダーあっちゃんです。今日も楽しく暗号資産に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いいたします。ということで、今日もですね、えー、冒頭ビットコイントレードですね。 皆さん、資産を増やしていってますでしょうかこれから2021年ですね、三極化が続くというふうに言われてます。えー、資産を増やす人、現状維持で、えー、だらだら下がっていく人、そして、資産を全くね、増やせない人というような形で、まあ、三極化が続くかなというふうに思います。まあ、私はちょっとね、一つ注目、重視しているのは、まあ、行動ですね。何かしらアクションを起こすと、そして資産を増やすと。で、まあ、こ、これだけね、ア,アルトコイン、えー、ビットコインがね、相場良くなってくると、あまりね、そこ、詐欺コインに目を向く人はね、えー、い,いなくなるか なので、ね、これから新しく出てくるものというよりは今ね現状のもので十分ね資産を増やせるというようなマインドで、えー、少しずつね行動に移していっていただければいいんじゃないかなというふうに思います、えー、今年ね何もしない人はもう当然ね来年さ来ないと <laughs> 一気に、えー、と下落路線まっしぐらというふうになってしまうので、まあ、何かしら情報を集めたり、えー、資金をね増やすというような意識をね高めていきましょうというところで、えー、今日もねスタートしたいと思います はい、でこれ、ビットコインのね、えー、4時間足ですね、で、まあ、かなり、えー、昨日かな、今日かな、その、上がってきましたね、はい、でただですね、まあ、私ももう一段ね、えー、下げるかなというふうに思って、まあ、ちょうどねあの、ショートで入っているんですけど、まだ若干、含み損中で、えー、ガンガンね、上がってきて、してしまっています、まあ、ただね、 あの、そんなにね、痛くもかゆくもない状況なので、まあビットコインのね、価格がね、上がってくれていることは全然ね、資産として増えるのでいいんですけども、まあ今ね、ショートで入っている状態で、まあこれだけね、上がってしまっていますと。まあただですね、このライン見てわかりますかね、大体いい5万ドル ?5 万ドルラ,ラインあたりで、もうすごい上値が、 重いんですよ。もうそれを簡単に超えていかないというのが現状、あるかなというふうに思ってます。で、若干ね、あの、まあ、下がってはないけど、4万9000ドルと、ちょっと下に降りてきそうな状況ではあるかなと思います。まあ、なんで、まあ、3月はですね、まだ始まったばかりで、まあ、これから中旬なのか、もう少しね、一、えー、1週間後なのか分かんないですけども、このね、えっと、まあ、5万2000、5万、うん、どうだろうな、5万、5万、<laughs> え5万ドル超えれば、この5万2000ドルまでね、一気に上昇するかなと思うんですよ。この上値を。 切り上げればなんで、5万2000ドルを超えたあたりから、まあ、ロングね、入って、えっ、ー、と、短い、えっと、 幅狭いですけど、ここでね、えっと、利益確定する人も、ま、いるんでしょうが、あま、さらにそれを超えていくかというのはまたね、別の話かなというところですね。まあ、まあ、まずは短期で、この5万ドルを上に抜けられるかというところと、まあ、ここでね、下がる場合は、まあ、私はですね、ショートポジションを持ってるので、まあ、にんまりするかなというところですね。はい。まあ、なんで、えっ、ー、と、上がってもよし、下がってもよしというようなね、こう、私のトレードスタイルで <laughs>、え、ま、これぞまさに究極の あの、不労所得というやつですよ。はい。なんでね、あまり、性ストレスもなくですねえ、積み増していこうかなというふうに、まあ思ってます。はいえ。なのでですね、えっと、 ビットコインね、増やしていきましょう。あの、ビットコインがね、もう大きく暴落するというような発想は当然あると思いますし、バブルが終わるというようなことを言ってる人もいますけども、今年ではね、バブル終わらないかなというふうに私は思ってます。まあ終わったとしても、まあビットコインがね、消えることはないと思うので、まあ消えることがない状態の中でビットコインを増やしていくというのは、まあ最高の投資スタイルかなというふうに思ってます。まあこれ以外のね、利益上げる方法はあんまないかなと思ってますので、まあぜひですね、まあまずは、バイビット概要欄にリンク貼って ますので登録してもらってえっ、ー、とビットコインをね入れていってトレードしていきましょうというところでございます増やしていきましょうはいはいで次ねあのまたちょっとねあのトレードっぽいような話ですけども皆さんねこれご存知ですかこのトレードご存知ですか f デックスです f デックスボットの名前はね f シェアーズ f シェアーズかな f シェアーズデックスだったかなあちょっと忘れちゃったんですけどもえっ、ー、とまあ 皆さんもご存知ですかね ?F シェアズコイン、FSC ですね。まあビットコイン建てなんですけども、あと、見てください。この、この波形。すごいことになってます。で、まあ今日はね、何が言いたいかというと、うんと、まあ資産を増やすという意味だと、まあ意外とこの FSC、あの、今買っとくのが、もしかしたらいいのかなというふうに思ったんで、ちょっとお届けしましたと。で、まあ私もですね、FSC、あの、 お金入れて、まあ、マイニングしているんですけども、まあ、それ以降ね、ねあまりちょっと関わってはな,かっ関わってはないというかあまり見てなかったんですよね。うん、で、まあ、ちょっと比較的なんだよ下がってんじゃねえかよみたいなねいう思いはあったんですけども最近、ね、やっぱトレード始めて波形見る上でまあ大体こんな感じしてるじゃないですかあのアルトコインって、まあ、2017年18年の価格から見るとうん、まあ、暴落して。 その最高にいってるものってすごい少ないですよね。まあ最近だとカルダナ枝が。 あの、最高値更新しましたけども。で、まあ、今年がね、まだバブル終わらないという前提で私は考えてます。はい。っていう前提からすると、この価格ってすごい、えー、チャンスですよね。<laughs> どう考えても。これ何倍なんだっていう話じゃないですか。ご飯場ないね、上昇ですよね。で、この上ヒゲもかなり上げてるし、<laughs> ビットコイン立てて、相当ね、これ跳ねると資金貯められるかなというふうにちょっと思ったんで、えー、ちょっとまた FDX ね、えー、買っていこうかなというふうに、えー、私は思ってます。個人的にはね。まあこれは 本当に自分の考えなんて、<laughs> 皆さんね、えー、何もせ何も考えずに真似しないでくださいね。私はこれをどういうスタイルでやるかというと、あの、まあのま小遣いですね、小遣い。なくなってもいい小遣いを入れると。で、不確実性の一つのポイント、あのフューチャーということでですね、ちょっとね入れてみようかなというふうに思いました。まあ、不確実性というのは、まあ、例えば1年間、10年間を通して、まあ、コツコツ入れてなくなってもいいやというふうに忘れていくものですね。でそれが 途端跳ねると莫大な利益を得るというようなスタイルですね。なんで特に感情移入もなく、まあ余ったお金はここに入れるというような感じですね。はい。まあそのスタイルにおいては非常に有効なあ選択肢になるかなと思います。まあなんでこれをね、えー、動画上げたかというと、最近ね <laughs> FDEX ねあのビットコインを出金したくてやってたんですけど、これねすごいね送金できなくて、もうすげえイライラしてたんですよ。イライラしてたんだけども、なんとかね無事に送金ができてですね、あやるじゃない。 <laughs> 当たり前のことなんですけどあのちょっと、ね、あん安心したというところがあってですね。はい まあ、しっかり取引もできるし、まあ、時間がかかるというのは、まあ、それなりにね、やはり取引所、まあ、その分散化、デックスの基盤でもあるし、まあ、最近ね、ビットコインのやり取りが結構ね、激しくなっているので、まあ、ネットワーク遅延とかもあるでしょうし、えー、まあ、それなりの独特な感じなのかなと思うんですけど、まあ、それが、あの、数日経って、やっとね、送金できたということで、まあ、えっと、ちょっとね、えー、単純な話なんですけども、もう一回ね、FDEX ね、 ちょっとね遊んでみようかなというふうに思ったんでちょっとね紹介しました。であとですね、あと。 このイーサリアムですね、イーサリアム。まあ、そのプルホブステークバトルということで、イーサリアム、ポルカドット、カルダのエダが今上がっていて、まあカ、ね、カルダのエダが結構ね、今上昇してますけども、まあ、2021年にかけては、多分イーサリアムが結構ね、巻き返してくると私は読んでます。読んでますっていうか、あの予想してます。なんで、このイーサリアムのね、ビットコイン建てですね、ビットコイン建ても、まあ、おそらく、えー、そこね、ついたんじゃないかなというふうに思うので、まあ、これもですね、非常に面白いかなと思います。まあ、今年、イーサリアムはですね、 えっと、まだまだこんなんじゃ終わらないかなというふうに思うので、まあ、ビットコイン立てですね。ビットコイン立てのイーサリアムが、まあ、非常にね、注目かなと思います。えっ、ー、と、ビットコインとアルトコインのドミナンスの話も、まあ、ビットコインから徐々にアルトコイン流れてくアルトバブルがこれから来る可能性も、まあ、十分あるかなというふうに思うので、まあ、イーサリアムのね、この BTC 立て、非常に、えー、注目なので、これもね、私も少し、えー、資金があれば狙っていきたいなというふうに思ってます。で、たいね、こういった、 あの、ところで、えっ、ー、と、油断してるとリップルがね、まあ、跳ねちゃったりするという <laughs>、ま、可能性も、ま、あるんですけども、ま、リップルはね、もうちょっと私の中ではもう、おもちゃですね、おもちゃ。まあ、保有しておけば、まあ、ね、なんとかしてくれるかなと。なんとか、このね、破天荒な上下運動ですね。えー こんなね上下できるのはリップルしかこのようには、ね、ないかなというふうに思うんですけども、はいまあ、リップルもね今いずれ上がってくれるでしょうというところでちょっとね落ち着いて、まあ、生還したいなというふうに今思ってます。はい まあ、ということでですね、まあ今日は久しぶりに、まあ価格、トレードの話、チャートの話に、えー、フォーカスしてしまいましたけども、えー、何度も言うようですけど、2021年ね、えー、なんとか資産を増やすために、まだね、ある暗号資産、あの、興味があ,あ,るあって、まだやってない人はね、ぜひね、参加してください。まあ高いからといって買わないというようなことではないので、うん。 あの今ね簡単に取れるできる手法もあるしいくらでもね教材あって勉強できるのでまずはね少、えー、額入れて取引してみてください取引して 実感して、えー、これからのねバブル相場に、えー、控えてくださいというところで今日はね、終わりにしたいと思います。えー、ぜひね、チャンネル登録お忘れなくというところと、私はね、どん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 資産を増やしていくので、まあ、そこをね、えー、情報転換できればというふうに思ってますので、チャンネル登録と高評価、いいねボタン、あとツイッターとかもつぶえてますので、LINE 登録もお忘れなくということで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。